はい、どうも、タクビです。プロスピースやっていきたいと思います。ということで、今回なんですけども、限界突破コーチ付き10連スカウトが来たんで、まあ、こちらだけ、サクッと引いていきたいと思います。で、中継ぎが、まあ、追加されましたね。まあ、中継ぎエース的なところかなが、まあ、追加されましたね。まあ、こんな感じで。うん。まあ、個人的には、宮西選手とか極みで持ってて能力も高いし、まあ欲しいかなとは思いますけど、まあここはね、まあ戦力強化スカウトでまあ狙っていくって形かな。まあただ今回は引かないです。まあ今回は引かないというか、まあ多分引かないと思うんだけど、まあこちらの、突破コーチ付きだけ引きたいと思います。まあこれはまあ今後の TS とか、まあ来ると思うんで、まあそっちで突ができるようにっていうので、まあコーチを確保しておきたいというところで引いていきたいと思います。まあここは毎回引かなきゃね、いけないんでね、うん。引きます。さあ、まあ、ここであとは S ランク出てくれたりすると嬉しいね。で、自チームはソフトバンクで、まあ、A ランクを狙っていきたいと思います。高橋純平選手を狙っていきます。はい、まあ、出たら嬉しいかな。おお、藤島選手極みで持ってるからめっちゃ嬉しいんだけど、シルエットミキサーで誰か極みの選手混ぜた時に出たんで、これは嬉しいな。純正としても嬉しいし、リーグオーダーも入れてもいいかもしんないな。うん。コンボを見てね。はい。ああ、中村晃選手か。そこは違ったけど。まあ S ランク出るのはびっくりしたわ。うん。よかったよかった。まあ今回の中継ぎというわけではなかったけど、まあ今回で言ったらマルティネス選手がドラゴンズは入ってるんですけど、マルティネス選手はちょっと A ランク持ってないから、だったらまあ普通に藤島選手。全然嬉しいっす。投手めっちゃ出てんな。中日投手しか出てねえっていうね。はい。まあこんな感じで、9位76の、制球72と、全然悪くないと。両方 B 乗ってるしね。いいっすね。うん、まあ先発も一応できると。で、中継ぎが S という感じになってます。はい。いいっすね。これはまあ、継承っす。まあ継承させて、特殊能力上げて、まあちょっとオーダーに、入れるか、ちょっと悩みたいと思います。まあ、コンボ的な面でね、ちょっと、今すぐパッと入るか分かんないけど、まあ、多分入ってくるかなとは思います。はい、という感じでご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。皆さんの限界突破コーチ付き10連スカウトの結果よかったら、コメント欄でお待ちしております。ということで、以上、たくみでした。じゃあね。久しぶりに、トツコーチのやつで、Sランク引けたわ。